2021シーズンの J リーグ開幕直前オンライン記者みが24日に行われた。サガン鳥栖に所属する MF 松大輝が会見に臨み、開幕戦への意気込みなど語った。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、鳥栖は幕戦で湘南ベルマーレと対戦する。昨季は新たコロナウイルス陽性者が出るなどで日程がさらになったりと難しいシーズンとなった。本なら入れ替え戦圏内だった16位よりも上の順だったが、今季は上位入りを狙いたいところ、見に臨んだ松岡は開幕戦に向けて、昨季はなかなか分けたちのゲームをしてても勝てないという気があったり、ジュミとしてもチームの目標とテイルジュミに届いてなかったというところ、そうですし、もっともっと上を目指すために、分けたちはキャンプから、日々の練習から積み上げてやってきたので、本当に開幕戦はすごいようになると思うので、そこに向けてしっかり勝ちための準備はしてきましたと意気込みをごった。今季副主将に就任した松岡は、今季は、副主をやらせていただいていて、チームとしてしっかり一人カズトが声をかけるというところは、無として意識してやっていて、その中でジは誰よりも声を出さないといけないと思いますし、それが、自分の中の特徴でもあると思えので、そこはしっかりやりながらもチームが勝つために、チームがしっかり回るために自ができることは、最大限やっていこうと思いますとコメントしている。今季は副主将とし、迎える松岡。チームをしっかり支え、上位進出、目指す。両。